私はあの直前になって急にバッて緊張するタイプなので、いろんな人を見たら急に緊張しちゃうと思います。すごくこう人懐っこい子だなっていう感じです。もう元気で飛び跳ねてる子だなと思いました。私もたまには引っ張るんですけど、ほとんどは引っ張られてます。あら、可愛いです。ありがとうございます。 いいじゃん、うん、よかったね、うん、綺麗に見えるし、うん、綺麗に見えるかな、ね、ちょっと思いましたよね。綺麗、綺麗、可愛い。本日はご多様の中、私たちのためにお越しいただきありがとうございます。皆様、美味しいお料理とお酒をどうぞお楽しみください。乾杯。まあ、俗に言う懐に飛び込むというやつなんですけども、上司、先輩、年長のお客さん、大変可愛がられます。もう身についているというところで、まあ、これはもう最大の武器であるんです。こういったその人に可愛がられる性格というのは、決してその会社ですとか学校で教えられるものではないと私自身は思ってございまして、これはもう、ご両親、ご家族の皆様が長いことその愛情をかけて、育まれた、まあ、そういった賜物なんだなというふうに日々感じているところでございます。循環材、直感相場の役目と少々クールで頭の回転が速いこととは共存して、智則君独自の、個性が出来上がっています。前向きで明るいしっかり者の、キャリーさんとこうした智則君です。このお二人は本当にお似合いのカップルであり、我がクラス J 組で第1号の結婚の決断を話しいということであります。なんで行きたくなくて、だから先に結婚してくれて嬉しいし、本当に智則さんと幸せになってほしいなと思います。はい、これからも智則さん、お姉ちゃんお願いします。で、楽しい旅を取れてください。ありがとうございます。
child of mine。 あ、優しい、可愛い子だなって仲いいなって思う感じでしたかしら。キラちゃん、すごい綺麗。ダイエットしたかも、仕上がりたっちゃう。あの二人のありのままのあの雰囲気でいいと思う。すごい、もうなんか楽しそうで、いつも笑顔あふれる。おお、生命だなと思いましたね。はい。タリンコに来て、あったんですけど。仲良くいつまでも幸せにいてください。明るい家庭を作ってください。まず何不自由なく大学まで出してもらったこと、ここまで育ててもらったこと、本当に感謝しています。マム、マムは常にポジティブに、ケアリならできると背中を押してくれるね。勉強環境を整えてくれたマムのおかげで大学で彼と出会うことができました。今日という日を迎えることができたのは、ここにいる皆様が支え応援してくださったおかげです。未熟な私たちですが、どうぞ温かく見守ってくださいますようお願い申し上げます。私たち2人を育ててきてくださったお父さん、お母さんに感謝の思いを伝えたいと思います。無事に幸せになることができました。これからはたくさん親孝行いたしますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。よろしくね。よろしくね。待ってね。ごめん。待ってね。よろしく。これからもよろしくお願いします。